茨城県道183号、山田玉造線行方市玉造港、終点付近茨城県道183号、山田玉造線は、茨城県なめがた市内の一般県道である。行方市小畑行方市山田の国道354号、北浦バイパス付近より分岐し、同市正常を経て、同市玉造港で、 再び国道354号に接続する延長約 16km の路線。国道354号の南側で並行し、行方市北部地域を東西に横断する。行方市、井上、諸今は玉造バイパス開通以前の旧道国道355号に当たる。路線名の玉造は、行方市の平成の大合併前の旧自治体である玉造町が由来である。 1959年10月14日、新たな県道として、行方郡北浦村、大麻山田を起点とし、行方郡玉造町を終点とする区間を本路線と、する県道山田玉造線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号183となり、現在に至る。過去、大橋西交差点の北西20メートルにある。 北浦診療所角の十字路。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。現在の国道354号分岐付近、県道2号交点の区間。ありがとうございます。